はい、猫肉球元の、元ブログを YouTube やっております猫文太でございます。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ロコサンダーホーム、寒いですね、ここロコさんのこの ふもと。わー寒い。バンタキトンネル東側、交差点、これをバンタキトンネル方向へ向かいたいと思います。イエイ。そら排気ガス臭いわ。あ、寒い、トンネル出た、寒い。寒いです。はい、左船坂と船坂交差点を左。はい、こちらはね、有馬行くまでの道中、左側にですね、こういう、ね、岩がむき出し、砂岩っていうのかな。うわ、もう、あれ、砂防ダムがあるけど、砂防ダムがもう完全に埋め尽くされてますね、向こう側。もう、機能は果たしてませんね。昔はね、こういうところね、モトクロスバイク、オフロードバイクですね、あるいは、四駆ですね、よう走ってるのを見たことありますけども、まあこういう景色です。兵庫県は西宮土木事務所がね、こういうとこ管理しております。はい、神戸市に入りました。神戸市は有馬温泉。
有馬温泉ですね。池の坊まで来たからな、どうしようかな。下公園あり待っていたとこね。えらいとこ、これ。ロコさん、有馬ロープウェイ乗り場。この宿の方やな、行けんのはね。何か新しい発見がありますでしょうか。こちらの方通りましてもあるかどうか。あと有馬のところね、改装工事やってたんですね。
周してきたということですね。一周してきたということですね。なるほど。ということはね、まあ単純に言ったならば道を誤ったと、道を間違ったということなんです。先ほどのね有馬温泉の、交差点を、左折したわけなんですが、今度は直進です。ここじゃないですよ。バイクで来てもいいけど、止める場所がないんですよね。対向橋。するのかな。建物は相当古いですけどね、ボーリング場のところ。あれは有馬街道の方出ない。はい、ということで、有馬温泉を迷って走ってみたということです。はい、それで、それによってね、道も覚えたということで、はい。それでは安全運転、これからもどうぞよろしくお願いいたします。